世界で一番速く走る人は誰ですか？ウサイン・ボルト氏。ボルト氏9秒69で走ります、メロスは何秒で走ると思いますか？100メートルを。100メートル、そう、なんとメロスは100メートルを0秒02で走ります。驚き、でマッハ11でメロスが走った場合、速いというだけではない。マッハ11で物がそこを移動すると衝撃波が出ますね。メロスの周り半径2キロメートル、ことごとくガラスが割れます。結論、走るなメロス。